さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、サーマルレイクの ATX 電源テスター、ドクターパワー3になります。ドクターパワー3。こちらは ATX12V バージョン 3.1 までの ATX 電源ユニットに対応するという電源テスターで、12V ハイパワーコネクタにも対応したモデルとなっています。これなんですが、正直、自作カーの人もジャンカーの人も一人一台持っていてもいいんじゃないかなと思える商品でした。あんたからそんなこと言うなんて珍しい。ということで今回はこちらのドクターパワー3を見ていきましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずは公式ホームページから見ていきましょう。ドクターパワー3は現在利用可能なすべての ATX 電源ユニットに対応しており、ATX12V バージョン 3.1 までサポートしているみたいです。PCIe12 たす4ピンコネクタを含むデザインで、センスレイセンス1サイドバンド信号も正確に検出できるみたいです。またテスト結果は LCD ディスプレイに表示されるのでとてもわかりやすいです。リアルタイム LCD モニタリングでは、12V、5V、3.3V、および5VSD の出力電圧が表示されます。さらに最近 GPU に普及し始めた PCIe12 たす4ピンコネクタにも対応しており、150W、300W、450W、600W の電力レベルを明確に区別できるみたいです。テストモードは手動または自動で選択することができるので自身に合ったテスト方法を選択することができます。私は自動モードでしか使いませんでしたが。このテスターには低電圧、高電圧、無電圧、PG アラームシステムなどの問題を確実に識別する堅牢な内蔵診断システムが搭載されています。故障が発生すると、バックライトが赤色に変わり、ビープ音が鳴るようになっています。保証も3年保証となっています。電源の保証が5年とか10年とかあるので電源よりもこっちの方が先にダメになってしまうこともあるかもしれないですね。公式ホームページの最後には各部の説明と使用表が載っていました。こちらのドクターパワー3の価格ですが Amazon で動画編集時7556円で販売しておりました。では実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。ということでこちらが中身となります。物としては小さいのでかなりコンパクトですね。付属品はこちらのマニュアルぐらいで特に他のものは入っていませんでした。続いて本体も取り出していきましょう。こちらが本体となります。大きさは 74.8×135.8×24.4mm で重さも 140g とかなりコンパクトな形となっています。なんか昔の携帯っぽい感じもするわね。確かに。では各部位も見ていきましょう。まずこちらの真ん中のボタン。こちらが電源ボタンとなっています。そのまんまね。後ほど実際に使ってみますが、24ピンの電源ケーブルをつなぐとこちらの電源ボタンで電源自体のオンオフをすることができます。ということでこちらが24ピンの差し込み口です。本体の下側に24ピンが差せるようになっています。続いて本体上部。こちらには左から CPU 補助電源、モレックス SATA、PCIe となっています。これ見て思ったんですが、CPU 補助電源や PCIe は複数口あるので、複数ある場合は付け替えないといけないなぁ、とは思いました。続いて左側面。こちらは12たす 4P、つまり 12V ハイパワー用となっています。こちらを使えば 150W、300W、450W、600W の電力レベルを明確に区別できるみたいです。右側には特に何もありませんでした。ということでドクターパワー3本体のご紹介でした。続いて実際に使用してみましょう。今回試す電源はこちら。サーマルテイクタフパワー GF3850W ゴールドになります。こちらは2022年11月に発売となったものでそこまで最新のものではないのですが、動画編集時点で最安2万円の電源となります。ATX3.0 の電源規格で 12V ハイパワー端子も対応しており、日本製の105度電解コンデンサを採用。30% 未満の稼働時にファンの動作をさせないスマートゼロ F1 機能を搭載。保証期間は10年の電源となっています。ではこちらの電源を使ってドクターパワー3を実際に使ってみましょう。まずとりあえず電源にケーブルを適当に取り付けておきました。ではこれらのケーブルをドクターパワー3に取り付けていきましょう。まずは24ピンから。こんな感じで取り付けるととりあえずドクターパワー3のパネルが光ります。で、この状態で真ん中の電源ボタンを押すと、こんな感じで音が鳴って電源が入ります。するとこんな感じで流れている電力が表示されます。正常に動いていれば、公式では白色と書いてあったのですが、私的には青色に見えたのでこんな感じで数字がずっと動いている状態になります。もう一度電源ボタンを押すと電源が切れる。こんな仕組みになっています。続いては CPU 補助電源も取り付けてみましょう。
CPU 補助電源も取り付けると画面に 24P と CPU と表示されました。この状態で電源を入れます。最初は先ほどと同じように24ピンの電力結果。もう一度電源ボタンを押すと CPU 補助電源の電力結果が表示されます。さらにもう一度押すと電源オフになります。CPU 補助電源の後に24ピンに返ってこないのね。そうですね、そこはちょっといまいちだったかなと思った点ですね。あとちなみになんですが、24ピンのケーブルをつけてないと、CPU 補助電源だけでは起動することはできません。まあ電源のメインケーブルだしね。続いては PCIe も取り付けてみましょう。すると先ほどの 24PCPU の隣に PCIe が増えました。さらにせっかくなので MOX ケーブルも取り付けてみました。すると表示が増えましたね。で、さらにここ 22V ハイパワーも挿してみました。ただ 12V ハイパワーを挿しても画面は特に変わりませんでした。ではこの状態でも使ってみましょう。まずは24ピンの結果。CPU 補助電源。これは左上が PCIe で下の 12+4P って書いてあるのは 12V ハイパワー。これは MOX。で、次を押すと電源オフとなりました。なるほど、こんな感じになるのね。ちなみに。なんか真っ赤になってるわよ。これはですね、あえて電源の主電源を切った状態でテスターをスタートしてみたんですが、そうするとこのように赤い表示とエラー音で知らせてくれます。なので何か電源に不具合があった場合はこのような表示と音で知らせてくれるんじゃないかなと思います。まあとてもわかりやすいものではありますよね。ちなみにこのテスターってさ、サーマルテイクの電源しか使えないの。そこ気になりますよね。では次はサーマルテイク以外の電源もやってみましょう。シュラララ。では他社製電源その1はこちら。アンテックのネオエコ 850G になります。ではこちらの電源のケーブルもドクターパワー3に取り付けて、まずは主電源。お、反応してるわね。そうですね、点灯しましたね。実際に電源をオンにしてみると。お、他社製のメーカーの電源でもきちんと表示されてますね。各部の詳細は。こちらも全然問題ありませんね。電源オフまで問題なくできました。せっかくなのでもう一つ。クーラーマスター MWE ゴールド 1050V2 でもやってみたいと思います。各ケーブルをつけて、スイッチオン。お、こちらも問題なく表示されましたね。さらにこちらには 12V ハイパワーも取り付けてみたのですが、そちらも問題なく認識されていました。メーカー問わず使えるのは便利ね。そうですね、こういうのって他メーカーのものも使えれば意外と便利だからいいですよね。ということで今回は、サーマルテイクの ATX 電源テスタードクターパワー3のご紹介でした。あんた的にはどうだった？そうですね。一家に一台、ドクターパワー3。っていうぐらい買ってもいいんじゃないかなと思いました。あら、あんたがそういうこと動画で言うなんて珍しいわね。そうですね、自作パソコンでも電源ってなかなか壊れにくいものではあるのですが、意外と電源が壊れたことが原因でパソコンが動かなくなったという話を聞いたり、ジャンカーさんはジャンクの電源を購入したりすることもあると思いますし、そういう意味では皆さん持っていてもいいんじゃないかなと思えたのが本心ですね。まあ確かに使う機会は少ないかもしれないけど、あったらあったで便利そうではあるわよね。ですね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。